こんばんちるちる。今回はちるちるのサイトにて4月19日から5月1日にかけて募集しました性癖大爆発251 BL あらすじコンテストの闇部門に優勝した4作品を紹介していこうと思います。以前の動画では光部門のあらすじをご紹介しましたが、どれも定々作品たちでした。今回はなんとその闇部門編。詳しいコンテスト概要につきましては、その光部門の動画やちるちるのサイト記事に掲載されていますので、ぜひ一度見てみてください。というわけで今回は応募総数164件という激戦区を勝ち抜き、見事大賞優秀賞に輝いた闇部門の作品たちを発表しちゃいます。心にグッとくる作品たちをぜひご堪能ください。闇のあらすじ部門、一つ目の優秀賞作品はこちら。いとこのはるかは昔から京介の頭をよく撫でてくれる。でも、はるかの本当の目的は、京介の頭を撫でることではなく、京介の額にある傷を確認することなのだ。ある日、はるかと遊んでいた京介は、神社の石段から落ちて、額に怪我を負った。それからはるかは、京介に優しくせざるを得なくなった。京介が高校生になって、背がはるかを追い越しても、はるかは変わらず、京介の頭を撫でて、自分の罪の証が消えていないか、何度も確認をする。そんな中、はるかに、県外の大学への進学の話が出て、京介は、かわいい春兄ちゃん。僕のかわいそうな兄ちゃん。離れるなんて、許さない。あー、不穏だ。京介の執着心が不穏すぎます。階段から落ちたのはわざとだったりするんですかね。そしたらかなりの我ですよ。罪悪感からでも何でもいいから可愛い春兄に構ってほしいっていう横島な考え方が大好きです。はるかさんには早く逃げてもらって、執着心マシマシの京介が見たいものですよ。二つ目の優秀賞作品はこちら。俺の彼は薬剤師、頭が良く、イケメンで優しく、こんな俺を愛してくれた。同棲を始めて数ヶ月経った頃、俺は体調が悪くなりだし、何度も入退院を繰り返し、その度に彼が献身的に看病してくれる。俺は彼の愛を感じていた。でも俺は見てしまった。彼が俺の食事に白い粉を混ぜているの。まさかと思い、食べると、体調が急変し、救急搬送。ああ、そうか。彼はミュンヒハウゼン症候群。俺はなんて人に愛されたんだろう。でもそんなことで、彼への愛は揺るがない。俺は花や、トリカブトを育て、彼のお茶に少しずつ混ぜる。だって俺も、ミュンヒハウゼン症候群だから。白い粉？しかもやばそうなの分かってて食べちゃうんですか？狂ってますね。そういうの大好きです。もっとくれ。そして謎の言葉、ミュンヒハウゼン症候群。ウィキってきたのですが、難しい。簡単にまとめると、相手に意図的に病気を作り、ひたむきに面倒を見ることで満足感に浸ることらしいです。このカップはお互いにミュンヒハウゼン症候群なんですね。互いが互いを看病したがってるなんてたまらないじゃないですか。狂気的なまでの執着心最高ですよ。ただやりすぎて殺してしまわないかだけが心配。心配？いや、そんなことないな。殺してしまった後悔に苛まれるのもいいですし、自分の手の中で死んでいく相手を見て喜んじゃっても最高ですね。三つ目の優秀賞作品はこちら。幼馴染の結城に彼女を取られ続けてきた七瀬。喧嘩中、階段から転落しかけた七瀬をかばい、結城が死亡。葬式にて彼に長年片思いされていたことを知り、罪悪感を覚える。後日、結城の幽霊が七瀬に憑依？結城は七瀬の記憶に残り続けるため、わざとかばって死んだのだった。お前が俺以外のものになるなんて、許せない。七瀬は周囲に霊の存在を訴えるも、信じてもらえず孤立する。一生束縛されるくらいならいっそと、思い余って命を絶とうとし、病院に運ばれた七瀬は PTSD が原因の二重人格と診断される。結城の幽霊は実在するのか、それとも七瀬の妄想なのか？ちょっと待ってくれ。え、どっち？
どっちなんですか？何が真実で何が本当かわからないんですけど。どちらにせよ、死んでもなお、お前が俺以外のものになるなんて許せない、と訴えかける結城の執念がすごすぎです。一体いつからその執着心を持っていたんだい？幼馴染ってことは小学生の頃とかかな。激おも感情すぎてたまらないよ。このあらすじによって、俺の心は今ジェットコースターですよ。では、闇のあらすじ部門。対象作品の紹介です。おさむは幼い少年ユータに一目惚れし、家に連れ帰ってしまう。何不自由ない暮らしにユータはすぐにおさむに懐き、二人だけの生活が始まった。しかしユータが捜索され、その生活も長くは続かなかった。それから10年の時が経ち、おさむは居酒屋のアルバイトをしていた。心機一転更生して真面目に働いていたが、そこに大学生になったユータが現れる。あんた、俺を監禁してたやつだよな。心の奥に閉じ込めていた記憶と、あの時の感情が呼び起こされる。なんで俺を、一人にしたんだよ。そう言ってユータはおさむを家に連れ、二度目の二人の監禁生活が始まる。あばばばばばばばあー、語彙が。いや、ほんと最高すぎません。特に、なんで俺を一人にしたんだよって。はあ、俺の心がギュンギュンする。ユータは幼少期の二人だけのあの生活が大好きだったんだね。なのに大人にそれを取り上げられて寂しかったんだね。二度目は邪魔する人もいないですし、ぜひとも二人だけの生活を再構築してください。そして結婚しろ。そしたら俺はその家の子供に転生するからさ。というわけで以上、あらすじコンテスト闇部門のご紹介でした。チルチルのサイトでは他にも面白い企画をたくさんやっているので、ぜひ見てみてください。ではご視聴ありがとうございました。バイチルー。